ねえ千鬼丸さん、どうします？恋がたきができちゃったみたいですよ。何言ってやがる。八千代が意味深な言い方するのはいつものことだろう。真に受けるな。なんだ、つまんないの。少しは焦ってくれてもいいじゃないですか。お前よりは八千代との付き合いが長いからな。それでどうして柊がここにいるのかな。お前こそ小ネズミちゃんが目当てなんじゃない。あれ、分かっちゃいました。実はそうなんですよ。僕ユキナさんに一目惚れしちゃって。嘘つくんじゃねえ。一目惚れした相手に武器を向けるやつがいるかよ。とりあえずじゃ。やつよ、お主本当に気が向いてきただけなのかの。ああ、暇つぶしに来ただけさ。でもまあ、この二人もいるなら俺も一緒に世話になろうかな。三人で痩せに滞在するなんて貴重な一日になりそうじゃない。もしかしてお邪魔かな。それなら帰るけど。そう、恩に切るよ、小ネズミちゃん。相変わらず甘いんだ。八千代が泊まるって言うんなら俺も一晩泊めてもらう。あれ、千鬼丸はその予定じゃなかったの。いや、まあ気が変わったんだよ。お前らが泊まるならと思ってさ。僕らがこうして八瀬の里に泊まる日が来るなんて思いませんでしたね。ユキナさん、そこにいるんでしょ。せっかく来たんだから入ったらどうです。どうしたんですか。で、また僕のことを探りに来たんですか。君が知りたがるようなことはこの前全部話したはずですけど。僕の？そんなの分かりきってるじゃないですか。僕の望みは罰してもらうことですよ。殺してもらうんです。
それがないんですよ。僕には目的も希望も何もないんです。何それ。僕にそれが言えるんなら、どうして父は死んだんだ。生きていれば罪を償えるって言うんなら、なぜ。何も変わりませんよ。僕は僕のままです。っていうか、気持ちの変化があったらどうだって言うんです。そんなの無駄じゃないですか。僕はそう遠くないうちに死ぬんですから。じゃあ君じゃなくても構わない。僕を殺してくれるなら誰でもいい。罪を犯した漁師の首を差し出して一門の心中を誓う。人間の社会ではごく当たり前に行われてることですよ。そういうのなんていうか知ってますか？綺麗事って言うんですよ。父の一族に対する思いを、踏みにじった一族のみんなの思いを裏切った。僕は十騎手に数えられた。南雲一族の名をこれ以上ないくらい貶めたんだ。だから罰してもらおうと思って南雲の里に戻ったのに、誰も僕を責めたりしなかった。悪いのは僕だけじゃない。僕を止められなかった一族みんなの責任だって。今更そんなこと言われたってどうすればいい。みんなに詫びる方法なんてあるはずないじゃないか。ここまで聞いてもまだ僕は死ぬべきじゃないって思うの？答えてよ！ねえ！僕に触れるな！僕の中に入ってこようとするな！ユキナさんが僕にくれるのは残酷な希望だ。君といると許されることを願ってしまう。もう君には頼みません。君に近づきたくない。血も涙もない。
ガキだと思ってたけど、実は父親思いのいい息子だったんだ。意外だな。八千代さん、千鬼丸さん、盗み聞きしてたんですか。相変わらず悪趣味ですね。夜中にあれだけの大声を出したら嫌でも気づくぜ。黙って見てろ。俺たちには俺たちのやり方があるんだ。俺がこんなことを言っても信用されないとは思うけどさ、俺実はお前のこと結構気に入ってたんだよね。可愛い弟ができたみたいでさ。でも本当残念だよ。こういう気持ちを悲しいっていうのかな。だけど可愛い弟の頼みなら聞いてあげないわけにはいかないよね。するわけないじゃない。柊があの程度の針買わせないはずないもんね。今どうして避けたのかなってわざわざ聞くまでもないか。八千代、手加減しろよな。もし避けなかったら怪我どころじゃ済まなかったかもしれないぜ。その時はお前が止めてくれればいいだけのことだろ。俺を当てにしてたってことかよ。だったら事前にそう言っておけよな。僕は願ってたのに、死を恐れるなんて。
残念があるからそうするんだよ。あいつを悔しがらせる機会なんてめったにないからね。まあいいんじゃねえか。二度と会えないってわけでもないんだし。だけどよかったじゃねえか、シュウのやつが無事で。ねえ、シュウのやつに伝えてほしいことがあるんだけど、いい？よかった。それじゃあ、耳貸して。あれだけのことがあった後なのに、お腹は空くんですね。そうですね。当たり前か。君ですか。
いいですよ。どうぞ。それで、聞きたいことって何です？別に退屈じゃありませんよ。静かなところでぼーっとするのは嫌いじゃないし。別にわざわざ外に出なくても、そこの戸を開ければ吸えますけど。っていうかユキナさん、暇なんですか？へえ、ヤセ姫の仕事って随分楽なんですね。君は先代と違ってヤセ姫になるために育てられたわけじゃないんだから、学ぶべきことがあるんじゃないですか？君って嘘をつくのが下手ですね。僕に気を使う必要なんてないんですよ。もう君を困らせるつもりはないし、死ぬ気もありませんから。嘘だと思います？はいはい、君はいちいち大げさですって。いちいち大げさですよ。僕、子供じゃないんですから。声でかいし、なんか暑苦しい。どうかしました？うん、なんか変なの。いやいや、仲良きことは美しきかなといったところかの。しかしお嬢、エコひいきはいかんぞ。元十騎手だろうと、はぐれ鬼だろうと、平等に扱わねばな。お嬢が特別扱いして構わんのは、将来の婿殿だけじゃ。潮見と月島が戻ってきたようじゃな。お嬢、琴浦、今戻ったぞい。留守中、変わりはなかったかの？変わりは、まあ、あったといえばあったじゃろうし、なかったといえばなかったかの。なんだその言い方、ずいぶんと歯切れが悪いな。僕、先に部屋に戻ってますね。それでは、南雲の里で聞いた話を伝えるとするかの。南雲の先代の棟梁は長いこと悩んでおったようじゃな。何故鬼である自分が人間の長宗壁に手を貸そうと思ったのかを、口車に乗せられたわけではない、脅されたわけでもない。ただ
鬼の社会では考えられぬような破天荒な生き方に心を動かされてしもうた。平和を好む鬼としてはあるまじき考えじゃとな。もしかしたら己には戦闘狂の血が流れておるのではないかとも思っていたらしい。自ら命を絶ったのはそのことがわしら十騎衆に明るみになる前に棟梁の位から退こうと考えてのことのようじゃな。そうすれば南雲一族の名にも次代の棟梁となる息子にも迷惑をかけずに済むと思うて。が伝えんでもいずれ南雲一族の者から聞かされることになるだろうが、木を見てわしらの方から話すのが良いのかの。別に構いませんよ。うすうすそんなことじゃないかなって思ってましたから。ん？最初から最後まで全部盗み聞きなんて悪いかなってちょっと思ったんですけど、まあ僕の一族のことを話してるんだし聞いちゃいけない道理もないですよね。まったく父も深刻に考えすぎですよね。人間に手を貸しただけで戦闘狂だって言うんなら鬼の一族に盾ついた僕はどうなるんですか。父はきちんと僕にいろいろなものを渡してくれようとしてたんですよね。僕が子供みたいにダダをこねて受け取りたくないってわめいていただけだったんだ。でもよかった。もしかしたら僕は愛されていなかったんじゃないかと思ってましたから。だってそうでしょ。置いていかれたら寂しいから。大丈夫ですよ。もう死んだりしないって言ったでしょ。待て、まだ伝えねばならんことがある。南雲一族の者同士話し合って決めたらしいのじゃが、お主をもう棟梁の位から下ろすということじゃ。まだ若いお主にむやみに重責を押し付けるような真似をしてすまんかったと皆言うておったぞ。次の棟梁を誰にするかはまだ決まっておらんようじゃが、もし里に戻るつもりがあるのならお主も話し合いに加わってくれということじゃ。本当どこまでお人よしなんだろう。南雲一族のみんなは僕と父だけを悪者にすれば私は簡単なのに。南雲一族の者がそういう性分だったからこそ帰ることができずにいたのではないか。許しよりも罰の方が心地よく思えるというのはまあまああることじゃからの。それでどうするつもりなのだ。まだしばらくここに留まるつもりか。
いえ、明日立ちます。もう機会を無駄にしたくない。それに一族のみんなをこれ以上待たせるわけにはいきませんから。もう何回も聞きましたって。ユキナさん、心配しすぎですよ。そうでしたね。ヤチオさんって見たまんま執念深いから、僕に何かあったら地の果てまで追いかけられるかもしれませんよ。今の顔、すっごい消す。
読み返してくれるなんて嬉しいな。もしかして手紙の最後の方読み飛ばしちゃいました？ちゃんと読んでくださいよ。ほら、もしかして僕のこと信じてくれてなかったんですか？お土産です。さあ、わかりません。僕花には詳しくないし、綺麗だと思ったから持ってきただけだし。嬉しい。そこまで喜んでもらえたら、持ってきた甲斐があったかな。今度からは手紙と一緒にいろんな花を君に送ってあげる。ダメ、それじゃ足りないよ。僕、君のことが好きなのかもしれない。君から届いた手紙の封を開けるときは妙に胸が弾んでドキドキするんだ。返事を書いて送ったばかりなのに、君の手紙が待ち遠しくて、いつの間にか君のことを考えない日がなくなっちゃってさ。前にここに来たばかりの頃は君の相手をするのが面倒だったんだけど、南雲の里に帰る頃には君のことを知りたいって気持ちが芽生え始めてて、手紙で君のことを知るたびに興味がどんどん好意に変わって思いが募っていった。今確信したよ。僕は君に恋してるんだって。今度はユキナさんにもドキドキしてほしい。僕のことを考えてほしいんだ。別に今は何もいらないよ。でも、一つだけ教えて。今、ドキドキしてる？
それならよかった。やっちよ、やっちよ、やっちよ、よく聞きなさい。どんなに小さなことでも、喜びが隠れているものです。それを感じられるような鬼になりなさい。そうすれば、どんなに貧しくても、悲嘆に暮れることはないのですから。はい、母上。いい子ね。強く生きるのですよ。この境遇に負けてはなりません。それとこれを。これは母上が大切にしていた髪飾り。私たちの家系に伝わるものです。この髪飾りは長きにわたり我が家系を見守ってきました。これをどうするかはあなたに任せます。刺してもいいし捨ててもいいのよ。大切なのはこの先なのだから。母上、どうか笑っていて。いつまでもね。夢か。嫌な夢を見てしまったな。棟梁、起きているか。ああ、たった今ね。お前に手紙が来たんだ。例の鷹が届けに来たところを見ると、また痩せ姫からだろうな。おい、せめて中身を確認してからでも。別にいいじゃない。俺宛に来る手紙なんてたかが知れてるし。とりあえず渡したからな。Thank you.
お前はどうするつもりなんだ。今回こういう手紙が来たってことは、南雲一族の棟梁のお前のところにも召集の手紙が来てるってことだろう。僕が今さら八瀬の里に何しに行くって言うんです？どうしたんだい？お前たち随分浮かれてるじゃないか。あ、八千代さん遅いですよ。この手紙見てくださいよ。東大の八瀬姫から手紙が届いたんだよ。どういう風の吹き回しなんだろうね、今さ。もしかしたらはぐれ鬼を呼び出して一網打尽にするつもりなんじゃないですか。千年以上も俺たちを放ったら死にした純騎士、今さらそんな面倒な真似するはずないだろう。じゃあ一体どんな目的で呼び出したりするんです？まさか彼らが今までの行いを悔いて千鬼丸さんたちを仲間に迎え入れてくれると思ってるんですか？奴らの真意はわからないが、この機会を捨ておくってのも賢明じゃない。そんなこと言って、まさか僕たちを裏切って十鬼衆の側につくつもりなんじゃないでしょうね。僕たちの首を差し出して奴らへの手土産にするつもりだったりして。はあ、何言ってるんだよお前。それならそれで容赦しませんよ。帰り討ちにしてあげます。そんな真似するはずねえだろ。その猿芝居はやめろ。猿芝居ってひどいな。結構本気だったんですけど。八千代さん、唇から血が出てきてますけど。ああ、そうだね。そうだねって、どうしたって言うんですか？なんか、いつにも増して怖いんですけど。じゃないか、言ってやりなよ千鬼丸。目的を遂げるだけじゃなく、俺たちはぐれ鬼一族を蔑み続けた十鬼衆どもに復讐できるいい機会かもしれない。十鬼衆を滑る八瀬一族が通り、最初の犠牲にはおあつらえ向きじゃないか。全ての大海一族を代表して、この薬の効き目を試させてもらう。自己紹介の必要はないかな。お前、夢見の力で未来を予見できるんだろう。だったら、俺が何のためにここに来たか、分かってるはずだよね。
はい、わかっています。おぼろ一族が棟梁おぼろ八千代。十騎衆を束ねる痩せ姫様が俺ごときの名を知っててくれたなんて光栄だよ。お前は未来に起こる出来事を予知できるんだよね。参考までに聞かせてもらおうかな。俺が持ってるこの薬を飲まされた後、どんな愉快なことが起こるのか。一つ不思議なことがあるんだけどさ、俺が今日ここに来ることは予知してたはずなのに、御霊を遠ざけたのはどうしてなのかな。同じ鬼の一族であるあなた方にこれ以上罪を重ねさせるわけにはいきません。関わることを禁じるよう通達を出したのはどこの誰だっけ。お前たち十騎衆のはずだよね。特に代表を務めてる野生一族の責任は重大だと思うんだけど。分かっています。先ほどの言葉通りです。あなた方はぐれ鬼を生んだのは他でもない私たち十騎衆。あなた方が私たちに恨みを抱くのは当然かもしれません。ですから今度は私たちにその罪を償わせてください。どういう意味かな。お前ら十騎衆が今度ははぐれ鬼になるとでも言うつもり。いいえ、平和な鬼の世を築くため皆で手を取り合うのです。お前の言いたいことはよくわかったね、お姫様。あなたがしようとしていることは間違っています。かもしれないね。でもだから何だっていう。もともと俺たちは忌まわしい存在なんだろう。だったらとことん落ち切ってやるまでさ。はぐれ鬼の名にふさわしくね。千鬼丸さん、いい感じに馴染んでますね。この間なんて千歳さんと一緒に狩りに出かけたらしいですよ。もしかしてこのまま僕らを裏切っちゃうなんてことになったりして。あいつが裏切るはずないだろう。ま、万が一裏切ろうものなら俺も甘い態度はしていられない。それってお仕置きってやつですか。そんな甘ったるいもんじゃないよ。十騎衆に奪われるくらいなら俺から手を離してやるだけさ。どうしてもこのまま突き進むつもりなのか。もちろん。明日の戦で鬼の社会は大きく変わるんだ。
俺たちは時代を作る先駆者である。新たな鬼の歴史はここから始まるんだよ。どういうことだろうね。俺たちついに処刑されるのかな。行ってみましょうよ八千代さん。いい暇つぶしになりそうですし。そろそろ出るか。どうか笑っていて。いつまでもね。これを刺すの今日限りでしまいだな。いや、話はないよ。もともと話すことはないんだからね。
お嬢、何をぼんやりと空を眺めておるのじゃ。まったく、指定した本を夜までに読んでおけと言うてあったのに。ならば、わしらを呼んで次の指示を仰げばよかろう。まあまあ、しおみ、そううるさく言わんでもよかろう。幸いに、と言っていいのかわからんな。月島はこの場におらんわけじゃし。あやつがいれば、お前たちが甘やかすからだと、鼻息荒く怒鳴り散らされるところじゃ。お嬢、何を笑っておるのじゃ。わしらは月島からお嬢を決して甘やかすなと繰り返し言われておるのじゃぞ。そうじゃそうじゃ、実はじゃな、公認というのもおかしな話かもしれんが、お嬢の護衛候補が何名か見つかったのじゃよ。うん、本来なら剣術や忍術の腕前を月島に確かめてもらうところなのじゃが、かような状況じゃからな。もしよければお嬢が腕前を見てやってくれんかと思うてな。お嬢、何を張り切っておるのじゃ。お主ほどの力があれば、刀を交えずとも実力は測れるじゃろうに。お主はもう痩せ姫なのじゃぞ。姫が自ら剣を取って護衛の実力を測るなど聞いたことも。いいではないか、しおみ。月島がおれば叱ったじゃろうが、今はわしらだけなのじゃからな。これがお嬢の痩せ姫としてのあり方ならば、わしらは従うほかなかろう。まったく、しょうがないの。帰ってきた途端、月島が青筋立てて激怒する様が目に浮かぶわい。戻ったか、お嬢。ずいぶんと楽しめたようじゃな。まったく、うれしそうな顔をしよって。まあまあ、いいではないか。お嬢のこんな生き生きした顔を見るのは久しぶりじゃぞ。
まあ皆楽しんでおったようじゃし、こういう機会を設けるのも悪くはなかったのかもしれんな。そうじゃそうじゃ、実力はもちろんのこと、護衛に何より必要なのは姫との信頼関係じゃからな。今日の試合は互いに信頼を築くいいきっかけになったと思うぞ。どの者を正式な護衛とするか最終的な判断については月島が戻った時に決めることにするかの。鳥居の方角から聞こえてくるようじゃぞ。この鳴き